こんにちは、赤大好き友がお送りするエアマルチマッテマイクロトピックした。撮影日は6月13日1時36分です。今回もコメントが来ているのでそちらをやっていきたいと思います。なぜ上田そこ、そしてオーダー、前回お願いしたアイテム確保をありがとう。1週間ぐらいはかかるかなって思ってたけどほぼ確保してましたね。ありがとう。さすがやりますな。でしょうすまだ詰まってないけど、あと泳いでか、あ違う、滑らかな方の砂岩と階段でそろう感じかな。よいしょ、とりあえずこれは滑らかにしておこう。
こっち、ちょっと待って。オッケー、追加トーンとかもうちょいだね。で、おっとした。よし、あ、最初の人かな。あら、ちょっとなくなってきちゃったな。返せ。はい、ジャックさんも貯めておいて、一応今後姫のコメントがないときにアイテム確保をオーダーしておきますね。確保するアイテム、納期はフリー。石炭、鉱石3スタック、紙9スタック、じゃがいも9スタック、豚肉生3スタック、皮いっぱい。了解。それ用のチェストを作っておこう。開くかないよね。こっちに置こうか。はい、チェストの中に入れるアイテム詳細、アイテム&水量を決めました。理由、ロスト数が明確の方が諦めやすいと思われ、まあ、いくつなくしたっていうのが分かってるからっていうことかな。アイテムを各3セット入れる、剣、ピッケル、斧、シャベル、松明20、ベイクとポテト20、剣、
古橋を見よう。剣も、違法。斧が2本のシャベルが2本。足がしびれた。これを3セット用意する。一番上はボロボロだけど、あったかった。あ、マウスが反応がよろしくない。この、そっち行った。この、しゃべる。OK。OK、君も新品にしてあげよう。で、原木が、オークではなく白樺。銘柄変更ということで。銘柄指名あり。これも、20個ずつ入れていくと。これ斧、マウス引っかかるな。はい、OK。で、はしごが20個ずつ。あ、そう、ポツポツ音聞こえるけど、これ雨の音が入っちゃってると思う。すまんね。暑いから窓を開けていいんだけどね。音が入ってるね。あ、どういうわけかそこを音がするんだよね。窓の外、何かに当たってるんだけど、まるで嫌に当たってるかのような。そして空いてるスペースがあるので、3つに、チェスト、白樺のフェンス64個、チェスト、よいしょ。で、白樺のフェンスを、入れるし、ちょっと押したマウス、マウスが荒ぶっておるよ。違う、そこじゃない。どうした、本当にゴミでもついたか。どこ行った、はい、はい、よかった。手の動きが早すぎてついてこれないんだな。悪かった。マウスがなくなってたから、こっちが俺の。コードが引っかかってるからかな。ハレー。え、もうちょい下向いて、右見て、そこ。どうした。一回ちょっと待って。 OK。 どうやらマウスパッドに、ゴミがついていた。ゴミって言っても、なんかこのマウスのね、これマウスの滑り止めが剥がれてるみたいな、そういう感じ。さあ、そしたら木を刈り取って、白樺を入れておこうね。白樺のフェンスも必要だからね。原木とフェンスを用意して、フェンスは1スタック用意しておくと。あれを緊急時、まあ、死んでしまった時とかにね、あのアイテムを持っていくと。
で回収して帰ってきてまた収めておく的なね、そういう感じかな。常にあそこの中に何か入れておけば、まあ、問題はないし、どっかからね、隣町とか行っててこの町着いてあアイテムなかったってなった時にもあの中に入ってれば安心とっていう感じにもなるしね。よいしょ。まあアジトだからね。よいしょ。これらは条件に合わせて、必要数を持ち出すと。まあバケツとかね、フェンスとかチェスト、その都度状況に。どうした？どうした？今何その動き？ここで真下向くだけじゃなくて後ろも振り向いた。なんだその動き、尋常じゃない動きしたぞ。マウスの調子よーしょ。わー、でそしたらフェンスが何個だい、フェンスが1スタックだから、ほいっ、 OK で3個できるから1個ずつやっちゃう。いやこれでいい、こんぐらいか、全部か、足んねえ。よし、 OK、 ちょっと待って、だけど定期的に拾いに行かないともったいない。ゲートを作成します。用意するアイテム、滑らかな砂岩17個と、模様入りの砂岩9個、こちらを持っていきます。そっと滑らかな砂岩が17個、これはちょっとね、ちゃんと持っていかないと分かんなくなっちゃうかな。こんな色、こんぐらい、30もいらなかった。ミスった。ごめんて。ずっとした。1個で1個だから、これを9個。
ズム、リズムが速くなるから、それリズムが速くなっていうか、雨の落ちるこのリズムが先までポツンポツンだったのがポツン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 ってなっちゃうから、リズムこっちのリズムも速くなっちゃう。ちょっと何拍子、今これ何拍子、ちょっと早いよ、指揮者がちょっと間違ってるよ、これちゃんと指揮してリズム早いよ。にもうこっちでリズム取る、トントンで1回でいつもトントントンでリズム取ったけど、もうこっちもトントンで1回でトン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 っていうリズムで前回設置した滑らかな39個の3列の上に高さ6ブロックの簡易的な、ゲート、シンプルなゲートを作ります。図を参考にということなんですが、図を見てきたので早速やっていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、高さ6で横に伸ばしていく。これはもう図をね先に見てきたので問題ないです。はい、ずっとでもこのトン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 足んなかった、おかしいな、あれおかしいな、もう一段、あれもう一段下でも足んないぞ、あれ1、2、3、4、5、6、 OK、 リズムにやってきたよ。一応写真、こんなこともあること、写真も撮ってやるから大丈夫、上から見た図、かぼちゃの一個手前なので OK。 そして高さが6段、おいや5段だ、ミスった、ここは5段で作って、こういうこと、これで足りるか、よかった、ちょうど持ってきて見てるからって油断してたからね、完璧に、あれ重なんないってならなかったから、ちょうどじゃなかった。でここの上に、模様入りを置いて、これで、ゲートの完成です。辛いよ、はい、OK、 ゲート完成、ほう、新展館、超お宝が眠ってそうだね、ここちょっとここも綺麗にしておこうかな、せっかくのゲートが台無しだよ。ここも取っちゃおうか、ここまでにしておこうじゃ、OK、じゃあ一旦寝ようね、はい、おやすみなさい。おはようございます。さあ続いて、かっけえな包丁、かっこいい、超かっこいい、採石場踊り場、階段下の通りの部分、階段下の踊り場の前方部分、前かを3ブロック分、地面を揃える、整地揃えてあるよそういうことじゃないってね、横幅1、2、3、4、5、6、7、前方方向3、1、2、3ってそこじゃないね、ここだね、こっから3マス掘って揃えていくと、で高さを揃える、このマスを掘って整地していくと、これはほぼほぼ確信をついているじゃないか、愛媛、もしかしたらここを掘ることによってつながる的な、そういうあれかい、
こともあるよね。雨強いな。帰ろうかで。割に暑いな。髪切っとけばよかったね、やっぱり。電波がくるくるして、大変なことになっちゃう。言うこと聞かないから。そう、リンスしないと言うこと聞かなくなっちゃうから。するとね、リンスをすると割と、まっすぐ目に保ってくれるんだよね。重みで。ある程度長くなってくると重みで耐えてくれるんだけど。まあ、リンスの質にもよるけどさ。なんか、ね、あんまり質がよろしくないのを使うと、すっげえボサボサになるから余計悪くなっちゃうんだけどさ。余計悪化するんだけど。よいしょ。いい感じに残骸出てくるんだと思った。そこ出てきちゃった、ね、リンスすると外羽でリンスしないと内羽みたいな感じにもなるし、ほんとね気分やで困るわ。寝てる時すごい鬱陶しいんで、何に当たってるのか。前はねそこに漬物の樽が置いてあったんで、樽っていうかなんかポリタンク的に、それに当たってポツポツ言っていらっしゃったんだけど、こっそり作業だけねえ。多分地面コンクリ埋めたからそれかな、それに当たってるのかな。そこで、ね、にしては乾いてるからで、まだ置いてあるのかな、漬物のやつ。あープランターかな、プランターが置いてあるのかな。ただね、逆にずっと聞いてると慣れてきて寝れるんだよね。このリズムに慣れちゃってね。慣れるまで逆に心臓の音も速くなっちゃうみたいな。テンポ、自分の呼吸のテンポがみたいな、乱されるっていうね、あるよね。 OK、 整地完了。今回は以上ですということなので、集めるシリーズ、まあ今回の分ではなく前回の分をやっていこう。砂岩、滑らかな砂岩ねの方をやっていきたいと思います。そして編集中に気づいた。あっちの方を削ったと思ったら、よく見たらそっち作業台じゃなくてこっちが作業台だったね。こっち整地していこう。あっちになんか頭の中で作業台があるように見えてね、もう途中でもう写真見てこっち見てってやってたら、あれどっちがどっちだってなって、もうだいぶ混乱してたからね。よいしょ。思い込みというのは怖いですね。とりあえずこの高さに整地していくよ。 OK、 喋りを掘れるだけ掘って、喋るで掘れるだけ掘ってから砂岩を撤去していこう。そ
方がいいね。で、ちゃんと上から削っていこう。その方が安全だと思う。あ、どうなんだろう。この間は、あっちで実験したときは、隣を壊したら、隣の砂が落ちてきてたけど、うん。どうなんだろう。上を取っても下の落ちるんかな。だとしたら恐怖。とりあえずそうだな。ここまで行こうか。とりあえずは。ね。そこのアイテムボックスとかが見える位置まで設置して、多分この範囲まででいいと思ったけど。よいしょ。そうすれば、あれかな、今回滑らかな作業がだいぶ集まってくるかな。全部は集まらないと思うけどね。そんな甘くはないと思った。集まるかな。まあ足場砂岩だしね。砂岩の部分もあるから、それを取っていけば集まるかもしれないね。あ、まだ砂あった。いい。たまによくわからないメロディーを刻むときあるよね。刻むっていうか、鼻歌です。聞いたことないその歌っていう。あれ？何今の歌っていう。降臨するときない？あ、いいメロディー浮かんだわっていうね。まあ、すぐ忘れちゃうんだけど。で、案外口ずさんでたら、あ、この部分かっていう。この曲のこの部分のメロディーだったのかっていうのもあるしね。そういうことかみたいな。よいしょ。はいはいはい。OK。セージ。完了。さて、この場所には何が、お風呂場か。さって浮かんできた。ちょっとこの辺の砂取っとこう。怖いわね。他の作業中にさ、ちょっと床を取りますってなった時にね、油断しちゃうから。多分今ならね、警戒度マックスだから大丈夫だけど、って言ってもここまでね。で、多分こっちからもあっちまで行くんだろうね。今取った砂を砂岩にして、よいしょよいしょよいしょ。いや、思ったより少ないな。よいしょ。ほい、オッケー。どどん、何スタックだっけ。6スタックだっけ。もうちょいだね。おやすみなさい。おはようございます。ちょっとビートがだいぶ、さっきまでビートを刻むだけだったのに、メトロノームが動いてただけだったのに、ドラムが入ってきたよ。ドゥルルドゥルルってドゥルルってきたドゥルルルって言った瞬間、最近っていうか、もうほぼ毎日聞いてんだけど、バンプスだね。うん、ハイドさんのね、ザジョリーロジャー噛みそうだったから丁寧に落とした結果、つっかえて余計噛んだよね。
ジョリー・ロジャーね、出だしの音は好き。デレレデ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 レってやつ怪しかったな今。デレレデ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 レってなっちゃう。はい。だいぶ整地したね。どうなるんだろうね、ここ。まあ、ここに家建ちます。通路できます。ちょっとした通路用の小屋できます。さらにここに部屋できます。的な感じかな。分かんない。あ、ごめん。まあ、ぽいよね。でも、そんな感じっぽいよね。それとも、なんかこれ、扉みたいになってきてる。ゲートパン。ゲートパンって。ゲートカンって言おうとしたら、ゲートパンって言っちゃった。なんでパンって。ゲートパンってなんだ。よいしょ。まあ、ちょっと周りも整地しておこうかね。段差を少なくするっていう感じの整地方法ね。そして一応は1時間は経ったんだ。1時間は経ってない。びっくりした。自分で言ってて。40分は経過しました。まあ、途中のね、チェックしたりっていうのがあったから、チェックはしてね。チェックはしたけど。なんて言ったっけ？なんか編集点がある記憶があるんだけど、なんでだっけ？ 2箇所ぐらい編集点がある記憶はあるんで、なんでだっけ？マウスだ。そうだ、マウスで、ちょっと、一回 USB 抜いて差し直したから。ゲーミングマウスなのに、結果ゲームがそのせいで、やりづらいみたいな、なってたけどね、さっき。しないで開けて、あの人もかわいそうでしょ。まだ馴染めずにいるの。最初の二人はすぐ仲良くなったのにね。あれ兄弟っていうくらいすぐ仲良くなったのにね。編集してたらね、ちょっと見えたけどね、降りてくる瞬間チラッとね、ここからこう行くときにチラッとこの辺に上いるの見えてて、下降りたらここにもいてみたいな、ね、よく見ると見えてたんだよね。あ、増えてるっていうのあるの、あの時ね。来なさい。ちょっと強引だけど、こうやってついていかないと。君たちにはきっかけが必要なんだ。俺というならきっかけかな。さあ、仲良くなりなさい。あ、ちょ待ってって。そんな言うなって。ちょ、そいつ苦手だからとかやめろって。そういう良くないよ。仲良くして、そう。ありがとう。ちゃんと連携していかないと、だから君たち。ね、
頼むよ、おいちゃん。面倒見たって。ね。そしたら、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしくお願いいたします。以上、赤手月友がお送りいたしました。